ホームスイートホーム。男は自転車を漕いでいる。麦畑に伸びる一本道、紅葉する木立を抜け、小川に架かる橋を渡り、男は自転車を漕いでいる。額の汗を右手で拭う。よく見ると自転車は前へ進んでいない。ここは映画スタジオで、彼は役者だ。スクリーンに映し出された風景を背に、釘付けされた自転車を漕いでいる。夜更けのスタジオには他に誰もいない。男の後ろで田舎道が厳冬期のように淡く発光している。窓の外には雪が降っている。それなのに雪だるまがどこにも見当たらない。クリスマスを祝う声がどこからも聞こえない。人々は雪の下に折り重なっている。生きていた者たちは焼けただれ、なぎ倒された。黒く焦げた土に雪が降り積もっていく。雪のように見えるのは本当は灰。この世を焼き尽くした炎が空に昇り、脱皮して撒き散らすかさぶた。一人残された男は自転車を漕ぎ続ける。田園の風景が流れている。男は口笛で楽しい我が家を吹いている。彼が演じているのは仕事から戻る父親の役だ。脚本通りなら自転車は家族が待つ家へと帰り着き、映画はハッピーエンドを迎える。幕が降りた後の世界にしんしんと灰が降っている。口笛の音が響いている。男は自転車を漕いでいる。男は自転車を漕いでいる。